皆さんこんにちは。今日は、今、目元のケア、アイケアのキャンペーンがあるんですが、もう少しで、キャンペーンが終わってしまうんですけれども、ちょっと滑り込みになっちゃうんですけど、商品の説明ですね。いろいろちょっと種類が多くてわからないっていう方が多かったので、動画を撮りました。なのでこれを見てちょっと気になるなっていう方は、私のサロンでは、キャンペーンの締め切りは毎月、25日にしているので、もし気になるなっていう方は早めに25日まででしたら、キャンペーン価格でご購入いただけますので、ご相談ください。ではまず、目元のケアに関してなんですが、皆さん目元のケアってちゃんとされていらっしゃいますか？例えば、目元はちゃんとクレンジングを別に、お肌全体のクレンジングとは別の、ポイントメイクリムーバーを使っているっていうのも目元のケアに入りますし、あとはアイクリームとかアイジェルとかを使うっていうのも目元のケアに入ってきます。で、実はですね、このケアっていうのをあんまりしてないっていう方がほとんどになります。で、放っておくとどうなるかというとですね、ここにすごくシワシワのちりめんじわができたりとか、あとこの辺りがこうカリカリのシワシワになったりとか、あとはまぶたがこうくぼんで、特に目尻の辺りこうかぶさってたるんできたりとか、あとは逆にですね、ここがこうボコーンとへこんでしまってこけたような感じになったりとかですね、いろんなこうアンチエイジングのサインが一番出やすいっていうのが目元になります。でなぜかと言いますと、人の皮膚っていうのはだいたい2ミリなんですね。2ミリの厚さがあるんですが、例えばというか、手と足の裏、手のひらと足の裏は2ミリよりも厚いです。じゃあ2ミリよりも薄いところはどこかっていうと、この目周りなんですね。で、すいません、ちょっとすごい逆になっちゃってるかもしれないんですけど、もしは大したことないので進めますと、ですね、皮膚っていうのが、3つの構造で分かれていて、表皮、真皮、皮下組織。皮下組織っていうのはほぼ脂肪ですね。なので皮膚のメインってこの表皮と真皮になるんですが、これを合わせてですね、これが2ミリになります。ただ目の周りっていうのはこの表皮と真皮合わせて、0.6 ミリしかないんです。なんで半分以下ですよね。普通の皮膚がこのぐらいの厚さだとしたら、目元はこのぐらいしかないです。かなり薄いです。それプラス、ですね、人の皮膚はですね、この皮膚ですね、角質層っていう、もう核がない死んでる細胞が16層から20層ぐらいあるんですけど、この上にですね、汗と油が混ざったものですねがお肌を保護してくれてます。これは天然の保湿成分になるんですが、目の周りですね、ここには毛穴とかがないので、油とかが一切出ないので、この層っていうのもないんですね。なので非常に刺激を受けやすい。なのにメイクってメインでするのってやっぱり目元ですよね。アイメイク、アイライナーだったりとかアイシャドウを使って、動きとしてはこう擦るような動きになってしまいますよね。なのでどんなに丁寧に扱っているとしても、普通にメイクをする方とか、ペンシルのアイラインなんかを使う人はもう絶対に目元のケアは別でした方がいいです。で今お伝えしたように、毛穴がないので、目周りにはですね、なので、普通のお顔用の美容液とかクリームとか化粧水っていうのはここの部分には作用していきません。経皮吸収できないので、目元専用に分子の細かいものを使っていたりとか、よりこう浸透する作用で処方されているものを使わないとほとんど効果はないというふうに言われてます。で、今日お伝えするエビドンスとかラコリーヌのアイケアシリーズっていうのはもちろん目元用に特化していますし、目元のこうアンチエイジングの症状によって分けられているので、それを今日はお伝えしようと思います。まずですね、ラコリーヌのセルラーバイタルアイジェルですね。アイジェル、これは、目の下のたるみだったりとか、あとはボンとこう
目元がこう水分を含んでたるんだような、あのむくんだような状態になりやすい方、それから、水分不足による乾燥だったり小じわですね、あこのあたりとかこのあたりとか、まあ、まぶた全体がもうカサカサになっている方とかもいらっしゃいますよね。はい、こういった方におすすめのものです。で、メイクの上からも使えるっていうのがすごく特徴で、この容器でちょっとこんなあの透明なジェルなんですけれども、これをですね、ちゃんとこのしっかりとなじませてから目元にこう垂直に当てていくと、メイクを崩さずに目元の上をケアできます。なので夕方とか、ですねにも使えるっていうものです。で、それ以外の目元の美容液の先に塗って導入剤として使うっていうのもすごくおすすめです。おすすめです、アイケアの基本の木みたいな感じで使っていただくことができます。もちろんこれ一つで保湿力とかカバー力もあったりして、目元に張りが出てくる感じです。こう使用感もちょっとひんやりしたり しててすごく気持ちいいです。はい、で次に、アイリフトエッセンスなんですが、これは疲労や、疲労だったりとか寝不足による目の下のたるみだったりとか、あとは、コラーゲンが減少しているお肌ですね、この部分がコラーゲンになってるんですけど、こう痩せてきてこうへこんでいくみたいなのは ここに入るんですけど、とかあとは遺伝的骨格、遺伝上もともと結構もうボコーンとこうへこんでいるようなタイプだったりとか、あとクマとたるみが一緒になっているようなタイプですね。ここにこうボワーンと こんな感じで出てくるようなタイプですね。はい、で、リフトアップ、リフティングしたいっていう方におすすめです。で、まあ、アイジェルよりは美容成分が多いっていうふうに言われています。はい、で次ですね、セルラーアイコントゥールディフィニッション、はい、これはですね、まぶたの下垂、そうですね、下垂だったりとかこう緩みですね、二重がだんだんこう狭くなってきたりとか、目尻がこうかぶっているような状態ですね。先端が、目元にフィットする、アプリケーターになってます。なので、目元をこうマッサージしながらケアができるっていう特徴があります。まあ、あの目元のリファっていう風に言ってる人もいるぐらいで、この先端の鉱石の力だけで血流が改善していくっていうようなものなので、それプラス、美容液の成分ですね、で、お肌をこうクリアにしていくっていう感じです。で、これもこうリフティング効果があったりして、まぶたのたるみだったりとか、こう深いシワ、結構こことかここに深く入り込んだシワだったりっていうのにもあの効果的だと言われていて、あとここの、ほうれい線にもあの塗ってる方います。ここにビーって塗ってる方はいます。はい、なんで、まあ、あの美容整形をしたように目の形が変わるっていうふうに言われています。はい、血流が悪くって下垂しているタイプですね、シワが深いタイプになります。で次に、ラディアンスアイクリームですね、これはあのうちのサロンで使われている方が一番多いんですけれども、目の周りの色素沈着ですね。はい、メイクのアイメイクをちゃんとする方、アイラインとマスカラをちゃんとする方はどんなにちゃんとケアしていてもあの取り切れていない方っていうのが結構多いです。そうすると、定着、その色素が定着してしまうので、あの明るい目元みたいなメイクができなかったりとか、そのクマみたいになってる部分を隠すためにコンシーラーをたくさん塗らないといけなくて、また乾燥してっていう風な悪循環になってしまうので、アイメイクちゃんとする方はアイクリームとかアイメイクをする方はアイケアもちゃんとした方が絶対にいいです。あとはあのアレルギーとかアトピーでこすって黒くなっちゃってる人とか、まつげ美容液の副作用で黒ずんでいるタイプとかにはすごくあのおすすめです。はい、で今までこう別のブランドのアイケア使っていた方が、あのこれを使ってラコリーヌすごくいいねって言ってくださった方とかもいらっしゃいます。はい、で、バイタルアイマスクですね、これはあの目元にこう活力が出てくる
栄養をぐっと与えてくれるっていうようなもので週に 2,3 回ぐらいのケアをおすすめしてます。でむくみがちな人とか、血行が悪くくすみが気になる人とかにもおすすめで、結構朝してあげるとピーンとこう張りが出てきます。で他の、アイジェル、エッセンスとかクリームディフィニッションと併用して使ってあげるとめちゃくちゃいいです。はい。でまあ、顔全体のこのバイタルアイマスクってお顔用のバイタルクリーム、お顔用のバイタルマスクもあるんですけど、顔全体のマスクよりも成分が細かくってすごく浸透しやすい処方になっているので、まあ、これをお顔全体に使うとすごく贅沢なマスクができます。そして、エビダンスのコントールデジューっていうものですね。これは、保湿力でいうと一番あると言われてます。ですので乾燥による小じわとかっていうのも、最適です。ミルク状の美容液になってます。乳白色の美容液になってます。まあ、オールマイティで保湿がやっぱり一番の特徴なんですけれども、リフトアップしたっていう感想を持ってくださる方もいらっしゃいます。でやっぱり保湿力がしっかりあるので、お肌が敏感な人で大体でこう敏感っていうことはこの角質層とかが薄くなっていて刺激を受けやすい状態になってるんですが、そういう方はもう大体目周りももっと敏感なので、これに何て言うんですかね、刺激の強いものを与えてしまうと炎症を起こす可能性があるので、そういった方でも使えるのがこのエビダンスのコントゥールデジューになっております。はい、いろいろお伝えしたんですけれども、なかなか30代半ばとかを超えると目元に悩みがない人ってあんまりいなくって、やっぱりこう加水してくるとかシワができるとかクマが取れないとかっていう悩みがすごく多いんですけど、お化粧で解消しようとするとやっぱり上に乗っけることしかできないので、美容成分が入ってて目をきれいにそういった悩みを解消してくれるっていう化粧品って普通に考えてないので、やっぱりスキンケアを絶対していかないといけない場所になるので、ぜひぜひちょっと悩みがあるなっていう方は何て言うんですかね、安いものでこう気休めで使うよりはやっぱり研究がしっかりされていて大きな工場でいろんな成分をこう配合して作られているものの方が効果性は高いので、ぜひぜひご検討ください。はい、ありがとうございました。